女神ニケ。出撃準備完了。さて、誰から打ってあげようかな。
敵機目視に確認。ちょっと失礼いたします。祈りの効果が落ちてしまいました。装填するね。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。実験は大成功。じゃあ今度は OK。 すぐに始めるわよ。ちょっと失礼いたします。色ヘッドショット。あっ、祈りの効果が落ちてしまいました。普通もこの風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。希望を失わない限り我々は負けません。
敵機、目視による確認。この風、火力集中。前方の敵機に一斉射撃。あなたたちは私のストレス解消用モルモットよ。失礼いたします。あ、祈りの効果が落ちてしまいました。この風がどうか勝利を目指して。我々お光を持ってお導きあれ。希望を失わない限り我々は負けません。戦闘開始。勝者はズバリですよ。
中。我々を光をもってお導きあれ。あ、祈りの効果が落ちてしまいました。どうしたの、怖いの。これね、この風がどうか勝利をもたらしてくれますわね。ちょっと失礼します。決して崩壊することのないように。こっちにはあまり手を出していないみたいね。あっちの端末を調査するといいわ。私が後ろで資料の経路を教えてあげる。なんで罠でも仕掛けてるの。どういう意味だ。なんで自分でやらずに私たちにやらせるかってことよ。ああ、そういうことね。見せてあげるわ、その理由を。超能力？まあ、こういうことよ。なぜか私が触る機会は全部故障してしまうの。だから、家にある機械は全部私がコントロールするんです。なんで。私にもわからないわ。まあ、どうやら私は壊れているものしか触れないみたいなの。パスワードがかかってる。何？パスワードはワンダーランド。大文字と小文字に気をつけて入力してちょうだい。さあ、次はあのフォルダよ。それからそのファイルを開けて。違う、そのファイルじゃないわ。それはゲームよ。デジタルコップって知ってる？古いけど名作なの。その隣のファイルよ。そう、それを開けてパスワードを入力してちょうだい。パスワードはスーパーウルトラニケよ。その画像をスクリーンに出力させて
北部の全体地図よ。そして画面に表示されているのは巡礼者、つまりピルグリムを目撃したところ。目撃したことがあるの？遠くからね。実際会ったことはないわ。それから今画面に表示されているのが巡礼者が出没する時期よ。パトロール？そう、巡礼者は北部で何かを探しているみたい。一定した周期で動いているのよ。そしてちょうどこのポイントに現れる時期が近いわね。運が良ければ会えるわ。コードネームはスノーホワイト。これで十分。指揮官、休息を取ってからすぐに出発しましょう。ついてこい。ここは天井に穴が開いているから休息には向いてないわね。よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。